ボイジャーはイギリス海軍の駆逐艦 W 級。後にオーストラリア海軍の駆逐艦ボイジャーとなった。ボイジャーは W 級の中で唯一艦名が V から始まる艦であった。アレクサンダースティーブンサンズ社のグラス号の造船所で1917年5月17日寄港。1918年5月8日に浸水し、 1918年6月24日に就役した。1933年、イギリス海軍本部は、オーストラリア海軍に対応している5隻の S 級駆逐艦を、より性能の良い駆逐艦に置き換えることを決定した。ボイジャーも、その1隻に選ばれ、1933年10月11日に、ポーツマスでオーストラリア海軍に就役した。 ボイジャーは1944年12月21日にオーストラリアに到着し、1936年4月14日に予備役となるまで平時の任務に従事した。1938年に最終駅し、第二次世界大戦が勃発するまでは訓練公開に参加している。1939年10月14日にボイジャーはシドニーを離れた。 当初はシンガポールに配備される予定であったが、途中で地中海へ送られることになった。ボイジャーなどのオーストラリアの駆逐艦部隊は、ドイツの宣伝省、ヨーゼフ・ゲッペルスに、クズ鉄戦隊と呼ばれた。ボイジャーは1940年1月1日から、作戦に参加し、最初はアレクサンドリアから、宣護衛を行った。4月にはマルタでドック入りした。 ボイジャーは6月18日と19日に潜水艦を攻撃したものの成果はなかったが、6月27日には、駆逐艦でインティ、アイレクス、デコイ、ディフェンダーと共に、イタリアの潜水艦、コンソーレ・ジェネラール・レリウッツィを攻撃して降伏させた。また、その2日後にも、イタリアの潜水艦、ウェビ・セベリを沈め乗員を捕虜とした。7月9日、空母イーグルの護衛として、 カラブリア沖海戦に参加。それに続いて、マルタからアレクサンドリアへの戦団の護衛に従事した。7月23日、ボイジャーで短い水平の犯行があり、12人が食堂の外で座り込み彼らが問題だとすることが聞き入れられるまで動こうとしなかった。犯行の理由としては、ボイジャーの兵装が対空専用になっていないというものや、 艦のカモフラージュを塗り直せという命令のため上陸の機械が奪われていると述べられた。艦長がその場で赴き、議論をして問題の解決を図ったが、この犯行の理由やどうやって解決したかについての公式の報告はなく、また水兵に対する処罰もなかった。ボイジャーは9月までアレクサンドリアに泊まり、それから修理のためマルタへ移動した。10月、 クレタ島への基地建設のため補給物資の輸送の従事。1940年残りの期間はマルタへの戦乱の護衛やリビアの陸上部隊の支援に従事した。1941年3月、ボイジャーはラスター作戦に参加。続いてギリシャからの撤退作戦に参加。それから7月に期間の問題が発生するまでは飛ぶルクへの輸送作戦に従事した。 ボイジャーはシドニーへ向かい、クズ鉄戦隊で地中海を離れた最初の艦となった。1941年9月から1942年3月まで修理が行われ、完了後はオーストラリア周辺で戦乱護衛に従事した。1942年2月の日本軍によるティモール島占領後、当初連合国軍はすべて死亡する過保となったものと思われていたが、 実際は第2、に独立中隊が他の生き残りのオーストラリア兵やオランダ兵の支援を受けて日本軍に対するゲリラ戦を行っていることが明らかとなった。第2、4独立中隊400名を上陸させ、第2、に独立中隊とポルトガル人の女性や子供を脱出させることを1942年9月に行うことが計画され、 それには大きな収容力や速力、不意をつけることが必要であるため駆逐艦の使用が要求されて、これにボイジャーが参加することになった。第2、4独立中隊は1942年9月22日にダーウィンで乗船し、彼らを岸に運ぶための橋家や補給品屋も積み込まれた。上陸地点であるベタの湾に、ボイジャーは9月23日18時30分に、 停泊した。艦の位置が良くなかったため、位置を変えようと怒りを上げたところ、ボイジャーは波に流され座礁してしまった。艦を軽くして、離礁を試みるもうまくいかなかった。9月24日13時30分、座礁しているボイジャーは2機の日本軍機に発見され、爆撃機は撃墜されたが護衛の戦闘機により、報告された。16時、 日本軍の爆撃機がボイジャーや岸辺を攻撃した。ボイジャーは完全に破壊されたが、乗員は全員無事であった。その後、9月25日20時にコルベット・カルグーリーとウォーナン・ブールにより救助された。ボイジャーは生涯で合計7個の戦闘名誉賞を受賞した。ダーウィン1942カラブリア1940 リビア1940-41グリース1941クリート1941メディテレニアン1941パシフィック1942ありがとうございます。